吉祥寺バウスシアターは、東京都武蔵野市吉祥寺本町に所在した、映画館、ライブハウス、ロードショーの他に、単関系作品も上演していた。合資会社武蔵野映画劇場が運営。1925年より、無制映画上映、公行を行っていた。 井の頭会館を経営する本田家ににより、吉祥寺発の洋画専門劇場、武蔵の映画劇場として1951年に開館する。寺院の土地を借りての開館だったが、当時は映画館としての営業許可がおりずルーテルを作るという名目で建設した。1971年に目の前の道がアーケード化。当時、吉祥寺にはライブハウスがなく、 ロックをやりたいという若者の声も踏まえて、音楽祭も開催。木造のためおともれの心配があり、批判を浴びたが、それならば思う存分にやれる場所を作ろうと1983年により、建て替えを始める。1984年に、吉祥寺バウスシアターとして、リニューアルオープン。オープン時は2劇場にスクリーン。当初より、映画だけでなく、演劇。 音楽ライブも視野に入れており、舞台の高さも当時の映画館で1メートルから1メートル50センチメートルが、普通のところを45センチメートルまで下げた。また名称も演劇場でも映画館としても使用できる、シアターとした。なお、バウスは、ヨット用語で先端を、バウ、後部を、スタンと呼ぶことからの造語。なげると、バウスタンとなることから、一階テナント部分を含めて、 バウスタウンと呼ぶようになる。主に娯楽系作品からインディペンデント作品まで幅広く上映しており、また独自で上映会を開催していたほか、音楽のライブや演劇、春風亭流章一門などによる年4回のシアター寄せといったものまで多岐に展開した。2014年6月10日をもって閉館30年の歴史に幕を下ろした。 近年の建物の経年劣化により、大規模修繕の必要性や厳しい市況から、今後の長期的展望が見出せないことが理由。なお、4月26日より閉館当日まで、足掛け2ヶ月にわたり閉館イベント、ザラスト・ボズ・サヨナラ・バウス・シアター、最後の縁が開催され、目玉イベントの第7回爆音映画祭等を中心に3部構成で行われた。 2015年には建物が解体され、跡地はアミューズメントパークラウンドワン吉祥寺店となった。閉館後も吉祥寺のエンターテインメントの象徴としてたびたび取り上げられている。閉館の話を聞いたアップリンクの浅井代表がホンダ社長にお金はないけど引き継ぎたいと申し出たが実現には至らなかった。しかし2018年12月には アップリンク、吉祥寺パルコを展開することになった。その後、バウスシアターの意思を継ぐとの触れ込みで、デジタルワークスエンタテインメントが2017年4月15日に、心を動かす、映画館霊吉祥寺ここるシアターを開設。前日の14日に、武蔵野公会堂で開催されたオープン記念前夜、祭りには、ここる総支配人の樋口義夫とバウスシアター、 元支配人の本田拓夫のトークショーも行った。閉館後の吉祥寺バウスシアター。ありがとうございます。